に向かいます。途中で強制的に足が止まるので、すぐに走り出しましょう。こまめなカーソルの移動も忘れずに、チリも積もればダフィーとなる。総合的には、1分はタイム短縮になるはずです。この殺人鬼、ハサミマンの登場シーンですが、距離の重さがよくわかるシーンとなっています。実は、初代スワンやスワンカラーでプレイしながら、登場が電撃症のせいで、意外にもスムーズに見えます。スワンクリスタルは、残像がない DS で液晶対応なので、おそらく未開封の本体でも、こんな重さのはず、です。未開封のスワンクリスタルをお持ちの方で、本ゲームを所持している方は、処理を確認、おなしゃす。スーファミ版では、ハサミマンをすり抜けて回避していますが、スワン版では、この方法は使えないっぽいんですよね。他の数々のバグも封じられているようです。しかも、プレステ版の追加要素があるため、遠回りが必要です。そして、サラミンガチャに勝つ必要があります。バーニングファイトで使い格闘力が試される時だったな。なお、スーファミ版が楽ということではありません。あの位置も、新チャートは一度も完走できていないそうです。ひえ物置部屋に行き、ハサミマンを持ちましょう。ついでに、必須アイテム、黒いオーブを回収します。連打して取り立つ壁を越えたら、しばらく休憩です。ここも処理が重く、スワンクリスタルのスラージなところですね。そういえば、スワン場の RTA には先駆者がいるのですが、私が記録を抜くことはできませんでした。そもそも、先駆者の海外兄貴は家でプレイしているので、別レギュレーションなんですが、抜けなかったよ。記録を抜けなかった理由は、私のやり込み不足が大きな原因ですが、もう一つあります。先駆者兄貴の動画を見ればわかるのですが、なんと、一切消滅していません。おかしいだろう。さらに、数分越しの特大バガもありないようなのです。ブリブリウンチ、モグモグゴクゴク。白黒画面のせいで、ハサミマンがハゲているように見えますね。フォーク砲弾よりもヤバそうなハゲ方が。一応、ハサミマンはこちらに気づいていて、あえて見逃しているそうなんですが、本当なんですかね。もそもそ、もそもそ。ここで思い出したかのように、か弱い女の子はビールをジェニファーがしていますね。このゲーム、体力という概念があるんですが、そんなもの関係なしに、永久に走ることができます。また、ジェニファーは、人間が上に乗っても引かなくない歌を、軽々と片手で持ち上げるほどの怪力の持ち主です。これほどの巨脚は、世界四大美女として知られる、エーケアズ最大に似たことがないよ。アイテムを取ったら、ようやく部屋から脱出なんですが、特注意しなければいけないことがあります。この部屋を出てすぐ、エリアから脱出してはいけません。すぐに脱出すると、ジェニファーが画面外に消えて済みます。おそらくスワン版だけのバグだと思うのですが、リセットするしかなくなるので気をつけましょう。自力で発見できたバグはこれだけです。他にもバグなどを知っている方、教えてね。おなしゃす。あ、そうだ。さっきの体力の話で思い出しましたが、このジップキャプチャの方法だと、一部キャプチャできません。
不安の運用の大きさや電池残量、クロックタワーの場合、現在の体力も表示されるセグメントのところですね。まあ、これは公式のテレビ出力機、テレビ不安でも、多分映っていなかった部分なので問題ないな。振り向きを確認してから N 移動、これで大丈夫です。次は2時間に向かいましょう。巣箱の鍵を入手しなくてはなりません。扉を開ける際は可能な限り扉にダッシュで近づき、クリック後にある距離を減らすとタイム短縮につながるよ。渡り廊下を抜けたら左側の大部屋に入るのですが、ここで鎖部屋かミイラ部屋を吹く河原挑むです。目的の武器はミイラ部屋にあるので、鎖部屋を引いたらリセットというわけですね。ここでなかなかミイラ部屋を吹くことができず、ずっとリセットしていることもあります。名作だな。やったぜ。ブレス世代から新要素がある、ミイラ部屋です。部屋の明かりを消し、光剣を取りましょう。この剣を最速で取るのが、地味にムズ味なので注意。初日と画面のスクロールを見極める必要があります。聖堂の探検を早速装備して、奥に隠れているミイラを起こしに行きましょう。正確にはこのミイラが襲ってくる要素がブレス世代の追加要素なのかな。ミイラをさっきの金庫で倒すんだけど、タイミングが妙にむずいので注意しましょう。実際先駆者の海外兄貴はここで失敗して死んでしまい、特大のロスとなっていました。ちなみに、このミイラに殺されると、なぜかミイラがムーンウォークして去っていきます。このあまりに見事な動きから、ムーンウォーカーのあだ名がついたとかついていないとか。片手で剣を投げてミイラを殺したら、たまげたなぁ。何はともあれ、巣箱の鍵が手に入りましたね。これで奥エンドへの道が開けました。次はこの先の部屋が書庫になっているとベストです。カラス部屋ならギリギリリセットは回避できます。そう、これらの重要な部屋の配置がランダムなのです。なので目的の部屋が来てなければリセットになります。書庫の場合、寄り道を全くする必要がないため、タイムロスがない完璧なパターンというわけですね。いい部屋、来いよ。書庫にかけて、書庫に。この先は自分の身で確かめてくれー。乱数操作するのよー。ここで突発チャートに移行します。先ほどはリセと言いましたが、可能性があるよ。この部屋でラジン人形を引き、階段下すぐ近くの部屋で書庫とカラス部屋を引けばいいんだよ。成功すれば自己ベストが出る可能性があるんだよ。何より我らが師匠であるリーチが見ているからね。普段は奇怪な発言をしてすぐに去っていくリーチが、この配信の時はぐっと真面目な感じだったんだよ。ここからの完璧な一番を決めて、いいところを見せたいと思うのは当たり前だよな。よしよし、しっかりとダフィン人形を引きましたね。これで最速クリアに必須の魔導チャートに近づきました。ピエロのゴンザレス人形を引いてしまうと、確か杖ルートになってしまうので、コアージポイントですね。セ
精神のぬくもりを感じたら、部屋を出ましょう。ここで手に入った、知識の鍵は後々使います。部屋を出た後、最速で走ろうとすると、なぜかこのように一瞬後ろを向いてしまいます。目押しで走り出すのと、それほど差はなさそうですが、完璧に目押しできるなら、それに越したことはないでしょう。逆方向から階段への侵入は、難易度が高めです。無理に最速を目指すよりは安定を。取ろうね。この階段の上り下りが、これまたくっそ遅いんだよなぁ。早く下ってくれよなぁ、頼むよ。階段を降りたら、右に2つある部屋を探ります。左側にもランダムではあるけど、遠いからね。エチエンド達成のために必要な残りのアイテムは、魔像のみ。あとはカラスの解放と、親父部屋で真実を知ること、ロッテの城に届けることでエチエンドに行けます。来た、見事で、カラス部屋を着きました。スーパリ版では、この部屋に、巣箱の鍵があります。手間がかからないので馬味ですね。こうしてカラス君を助けることで、クライマックスシーンで恩返しをしてくれます。命令を見届けたら、隣の部屋に向かいましょう。初夏を引き当てたいものですね。正確には、初夏を引き付く魔像ルートが確定する、という状況でなくてはなりません。おらん、ショコが来た。魔像覚醒演出も頼むよ。ふぅー、気持ちいい。魔像ルートが確定しました。勝ったな。本場目を調べたときに、魔像の情報が手に入ると魔像ルート、情報が見つからなければ強ルートになります。例えばフィン人形を引いていても、ここで魔像情報が手に入らないこともあるので、当性が高いシーンですね。次はエスエンド最後のピースである、親父部屋に向かいます。ついでに、道中で魔像も回収しておきましょう。この微妙に崩落した床をジェニファーが渡れないと思うので、板をかけて渡ることになります。嘘だろお前、なんでアスリの大きさのある板を片手で持てるんだよ。うん、板がなくても普通に渡れそうな幅なんですが、スーパー版では確かバグで無視できましたね。二つ目の銅像のチンコあたりを調べると魔像が手に入ります。あとで術部屋で使おうね。そうそう、スエルートを使わない理由ですが、確か3分くらいのロスになるからです。遅すぎー。それでは、親父部屋に向かいましょう。親父部屋は、この部屋の奥に隠されています。まずは秘密を暴き、隠し部屋を見つけ出します。壁のひび割れた部分を調べ、棚に立てかけてある板切れを使うと、壁を破壊することができるよ。右端の木箱から猫が飛び出してきますが、どうやら、これは確定演出のようです。他ハードだと、ハサミマンが出ることがあるらしいんですが、未だに一度も出てきたことがないんですよね。怪しい壁を発見したので、棒切れで殴りつけましょう。ジェニファーの怪力を持ってすれば、粉々に破壊できます。それにしても、すごい処理の重さだー。足が遅い。ジェニファーはゴンザレスでも背負っているんですかね。焦っ
というわけで、また3倍速していきましょ。